疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の夜から24時間テレビが始まりますが、皆さんのつながるを教えてください。はい、はい、明日のために今日つながるんですよね。テーマはそうですね、はい、うん、ちょっと真面目な話の珍しい岡村さんから真面目な話、ね、放課後史上初かもしれないいや仕事なんですけど、私この仕事に就いたきっかけが鳥取ではないんですけど、県外で普通にバイトしてたあの飲食店があるんですけど、二十歳ぐらいの時になんかスパイスカフェみたいなコーナーがその地域にもあって出たんですよ、うん、店長に岡村さんちょっと出てきてよみたいな、うん、3分ぐらいお店の PR をするっていう、やったことないしそんなのって思ったんですけど、一生懸命頑張ろうって思って一生懸命練習して喋ったんですよ、原稿を3分。そしたら噛まずにちゃんと言えて、うん、無事に大役を終えたんですよ、うん、そしたら後日そのお店にアナウンサーさんが MC 来て、うん、ちょっとリポーターやりませんかみたいな感じで言われたんですよ。なんかうちのディレクターがちょっといいなって思ったんですって言ってきて、うん、はい面白そうって言って始めたのがきっかけで、まあ、13年前ぐらい、まあ、そこから、まあ、出るならちゃんと習おうと思って、うん、アナウンススクールに通ったりしたわけなんですけれども、うん、で今があるんですけど、なんかそのね、別につながると思ってやってないけど、うんうんうん、まあ、与えられたことをこう一生懸命やると、うん、なんか思いもよらぬいいことにつながったりとか、うん、なんか面白い未来につながるんだなっていうことを13年前に学びまして、確かに、はい、いただいた仕事は真面目にあの一生懸命遂行してあの未来につなげようって思いながら今精進してみます。自分を売り込むのをやめてください。これも多分何かに繋がるかもしれないですよね、はい、そうで投げようとしてると思います関係者の皆様ぜひよろしくお願いします。見え見え確かにそれでいくと、うん、なんか、ね、いろんな関係ないことをしていたようでも、うん、なんか未来に繋がってるなってことがあって、うん、例えば私あのアメリカで特殊メイクの勉強をしに行ってたじゃないですか。で今のキャリアと確かに全然違うんです、うん、私もまあすっごいひょんなことからこのお仕事始めたんですけど、でもその粘土でこういかにリアルにこう作るかっていうのすごいなんかいろんな角度からどうやったらこれがこうだって怖いかとか伝わるかなっていうのをすっごい考えて伝え方をこの形としての使い方を考えてたんですけど、それが今なんか言葉を扱うようになって、で言葉に関してもそのいろんな方向から見るとか、うん、その伝えるものをこうね、こう影がどうとか質感がどうとかいう感じ、同じようにディテールを見て伝えるためにはどうなのかっていうのを見てるなと思って、うん、でその造形してた時も きっと役立ってるんですよ。なんかそれがなんかすごいちゃんと細かく見たらよくもっと見えるものがあるみたいな、うん、でもちょっと見えたようにちゃこうやって表現したらこんな風に現れるみたいなことがつながってるなと思って、だからいろんな経験はきっと未来につながるなって思いました。確かに奈良尾さんのね、やっぱリポートの表現力とかやっぱ三浦くんには出せないな、なんか繊細さがまあまあそれは確かにありますね。やってきたことが違いますから僕もちょっと大雑把で大雑把ではないけどねあでも僕も、まあ、今の仕事は全然アナウンサーになりたいって大学3年生からなんなら4年生ぐらいに思ったんですけども、きっかけが高校生の時に高校サッカーで全国大会に行けなくて悔しくてこの仕事をしたいと思ったんですね。だからその時はサッカーのことしか考えてなかったんですけど、それを一生懸命頑張って、でも失敗から今の仕事につながってるんで、まあ、いいことばっかりあればいいんですけども、失敗も未来につながるなというふうに思いますね。確かにね、なんか思ったよりすごい皆さんがちゃんとした話を用意していて、用意してどうしようかな。私はあのつながるっていうか、なんかこう引き継ぐみたいなのを私最近すごい大切にしようと思っていて、あの母が作ってくれる料理の味ってそれを食べてる自分とかにしかわからないじゃないですか。だからそれをこう後世に残したいな、自分のこう将来未来の子供とか孫とかに残したいなとかって思って、その親とかおじいちゃんおばあちゃんがやってくれたことを残したいなと思って、最近ちょっと母に習って料理をやってみたり、母に習ってお裁縫をしてみたり、
かそういう今までやってこなかったことをこう未来に引き継いでいきたいなっていう、うん、それでもすごい大事ですよ、うん、本当大事だった。昔あのおばあちゃんのお姉さんが作ってた梨のからし漬けがすごく美味しかったんですよ、うん、だけどもそうなくなっちゃったから、うん、その味が食べられなくて誰もレシピ聞いてないんですよ、うん、で私の母が最近あの味を再現したいって言っていろいろやってるんですけどやっぱちょっと違うんですよね。そうだからやっぱ途絶えちゃうからずっと昔の ね、なんかそれなんですよ。私ももっと早くおばあちゃんの、うん、あの稲荷寿司の作り方聞いとけばよかったと思ったんで、うん、そう思わないように、うん、もうあの実家で食べて美味しかったらすぐ聞いてメモするように。 いいことだと思います。つながるね。ってことはそれってうまいってことだよね。料理うま、おいしい、はい、うまい、確かに、はい、うまい、あ、うまい、あら、あ、なんかうまい、あれ聞いたことあるな、うん、あ、うまいということで、うん、次回のスパイス私と奈良尾さんがですね、奈良尾さんが辛うま、私が冷やうまということで、それぞれのね夏バテ解消にいいんじゃないかなみたいなグルメをそれぞれ、はい、ご紹介いたします。残暑厳しいですからね。そうですね。つながった、つながった以上です